口では大丈夫大丈夫って言って、まあ、はいはいはい、動画とかでも結構明るくしてたけど結構不安だった。そうだよね、その一種しかないから。本当だね、普通に自分が悪いんだけど、うん、今でもまあ不安だしね、正直。ちょっと聞きたいのは、それで内定ツアーの方行ったらどうするの？え、どうなんだろうね。どうもこんにちは、すずです。きほです。星かけるです。はい、ということで今日は就活ってやむよねっていう動画です。はい、おすずの就活状況どうなってる？そうですよね、気になるよね。今はもともとさ2社受けてたじゃん。2社受けて1個この前最終で落ちちゃったじゃん、うんうん、で、もう1個しかないわけよ、うん、そこは今2次受かって次最終感じですね。だからこの一社がガチで行きたい。うん、そうだよね。もう前からずっと言ってると思うけど、めっちゃ行きたくて、うん、だからちょっと最終めっちゃドキドキっていう感じだね。ね、楽しみだ。うん、ドキドキ、ね。でさ、ここの二次面接の日程がなかなか決まらなくて、うん、ああそうだった。まあこれもしかしたら採用人数締め切っちゃったかも。はいはいはい。だからってめっちゃ焦ったもん。うんうんうん、なんかちょっと体調崩したらしくて。うん、ああそういうことね。そう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 。だからちゃんと決まって、うん、ちゃんと二次も昨日受けてきて、あ昨日受かって、よかったね、っていう感じだね。おめでたいね。いう状況です。合否連絡来ないパターンもあるからね。2週間来なくて連絡したら、いやちょっとまだ実は最後の一人回っててみたいな、多分感じだったんだよね。それで結局どっちだったの？それでその後1週間ぐらいにお祈りメール来た。ああそうなんだ、なるほどね。まず1個目のその病む要因っていうのが、周りと比べて焦るっていうので、まあ周りと比べたら焦るよね。めっちゃ焦る、ね、めっちゃ焦る。それこそさっき私も言ったけど、もう周りみんな来年取ってきちゃうし、しかも企業も少なくなってくるじゃん。だからめっちゃ焦るよね。私先週やばかった、マジで。めっちゃ焦ったわ。不安になるよね。めっちゃ不安だったわ。口では大丈夫大丈夫って言って、まあ動画とかでも結構明るくしてたけど結構不安だった。そうだよね、確かにね。その一社しかないから。本当だね、普通に自分が悪いんだけど、うん、今でもまあ不安だしね、正直。でも内定ゼロが一番焦るよね、なんやかんやね、時期関係なく一個持っちゃえばね。いや、そう、急に自信つくから。そう、一個持っちゃったらさ、まあ私全然共感できないんだけど多分そうなんだよ ね。そうそうそう、わかるわかる、ね、どんだけすごい人でも内定ゼロは多分ね、焦ると思うんだよね。焦ってますね。え、でも星とかさ、はい、就活始めるの遅かったじゃん。遅いぜだね、俺は。焦らなかった？旬ダイアリーの人たち結構内定早かったから。そう、そうなんだよね。みんなすぐ内定取っちゃうから、その中で焦らなかったのかなっていうのを聞きたい。そこで言うとちょっと焦るよね。そう言われてみると確かに。それとやっぱ内定ゼロタイミングのそれも焦るし、うん、みんな結構さ、行きたいとこ行ってたじゃん、うん、そう。だからそれで言うと、行きたいとこじゃないとこに内定した状態もちょっと焦ってたよね、ぶっちゃけ。結構多分今の人って多かったりもすると思うんですけど、うんうんうん、まあ、それはそれでちょっと焦るよね。みんな自分の行きたいところに行ってるのよ。だからそれでも私は焦るよ。それこそこの生徒比べて焦る、私は。で、なんかごめん。別にそれがマイナスじゃない。てかむしろプラスだし、刺激的で頑張ろうって思えるけど、それはもちろんありますよね。それはもちろんありますよ。それはもちろん大事もありますよ、それは。だって気めっちゃ早かったじゃないって思ったの、うん、で、その時私もまあ就活、去年2、3月でやろうって思った時期だったからさ、焦るよね。確かにね。一個なんかとりあえず内定取りに行きたくないで取ったんだけど、うんうんうん、納得内定できなくてどうしようかなみたいな、まだ続けようかみたいな。それ多いわ。一番多い。それ多いわ。動画とかだとやっぱどうしても行きたいところに行ってましたみたいな人目立っちゃうから。多分大部分は行きたいとこには行けないけど、うんうん、とりあえず内定持ってる人みたいのが一番大きいとは思うわ。はい、だと。頑張るしかないよね。いや、なんかそうなんだよね。絶対的な必勝は人に頼るんだけどね。あ、そう、それは大事。人に頼れないで一人でやっちゃうのが一番危ないと思う。危ないと思うわ、ね、人に誰気でも頼れたらね、結構、うんうんうん、私の相手は多分できるだろうし、うん、そうだね。あ、頼る相手がね、おじいちゃんとか頼ってもさ、もう多分全然違うから、うん、あれだけど、まあ、ちゃんと同じ学生とかでちゃんと分かってる人とかに頼れば、うん、まあ、何でもそうだけどね、うんうんうん、基本的には先人の知恵を得るっていう。そうだね、そうだね。っていう、まあ、ただの就活の不安を吐露した動画になってしまったんですけど、結論、まあ、私も正直いろんなとこで割とまだ大丈夫みたいになってるけど、まあ、めちゃめちゃまだ内定ゼロで焦ってますよっていうところと、視聴者の方々と同じように私もみんなと比べて落ち込んだりすることもあるし、内定まだなくて落ち込んだりすることもあるので、うん、まあ、これからも一緒に頑張っていきましょうっていう感じだね。ちょっと聞きたい、はい、はい、聞きたい。いいよ、ちょっと聞きたいのは、それで内定ゼロの方行ったらどうするの？え、どうなんだろうね、わかんないね。就職の方にも難しいからね。難しいよね。そうなんよ。マジで時間がないパターンで就職浪人だったらありだけど、うんうんうん、時間あったのにだと何かしら改善しなきゃダメだよね。うんうん、例えばそのするっ
ってなったら、なんか多分どっかしらでなんか結果を残す何かをやると思うわ。そうだね、起業するとか。いや、わかりやすいよ。そっちでやると思うわっていう感じかな。頑張ります。じゃあとりあえずあと1個頑張ってください。はい、頑張ってきます。マジで行きたいからね。じゃあこれからもニューアソトの皆さんもだんだん少なくなってきてると思うんですけど、まだ残ってる人一緒に頑張っていきましょう。いや、不安なのめっちゃわかるし、だけどとりあえずなんか行動する、なんか周りの人頼るとか、とりあえず説明会受けてみるとか、なんか企業新しいとこ探してみるとか、何でもいいと思うので、とりあえず前に進んで改善していくってことをやってみるのがいいんじゃないかなって思います。頑張ってください。応援してます。本当に辛くなったらコメント欄とかに書き込んでくれたら誰かしら返事するので、本当に辛くなったらコメント欄書き込んでください。なんかあったらやっぱ頼るのが一番多分最前線だと思うので、頼ってみて、頼れない人がいるっていう人は、まあ、YouTube のコメント欄か、まあ、僕のインスタとかでもいいですけど答える、僕答えるんで相談してもらって概要欄貼っとくので、あ、話しちゃった探してもらって、はい、探してもらって探してもらってはい、探してもらって、はい、そうだね。ありがとうございます。ということで、ニューアソトの皆さん今後も頑張っていきましょう。じゃねー。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。